ミさん、事件です。今回は暗号通貨カルダノエラーの事件でございますまあ事件というよりもね、あのー、取引所に置いておくリスクを考えると私はカルダノに関しましてはカルダノのユーザーのほとんどがダイダロスに自らのねカのダノを保管してると思いますしそういうのを前提に、えー、IOHK でしたっけねエマゴでしたっけねこのダイダロスウォレットも作ってくださってると思うんで 現時点では世界一のセキュリティなんじゃないかなと思うんですよ。うん、多分いろんなハッカーが挑戦しても結局このダイダルスウォレットってのは破れてないと思いますし今後も破るのが難しいんじゃないですかね。というところで私は体のエラーに関しましてはダイダルスウォレットが一番いいんじゃないかなと思っております。で、その他ね、あのー、私基本的にね取引所に置きっぱなしの方がリスクが少ないんじゃないかなって考えるところもあるんですよ。なぜなら、 暗号通貨の取引所とかあのコインチェック騒動もありましたけどもね、儲かってるんでなんか数百万とか数千万円を弁償する資産がねあるんじゃと思うんですよ。そういう意味で言うとまあ取引所に置いといてもいいのかなって気はしますけどどうですかね。だからこれは何に比べて安心なのか安全なのかっていう風な相対的な関係になってくると思いますので、より安全度の高まると思える方法があるんだったら。 まあ、コールドボレットに入れてておくっていう方法もありますよねただコールドウォレットってねか物理的に壊れちゃったりとか紛失したりとかっていうリスクが <laughs> 付きまとうんでなんですかねやっぱりこういったデジタル資産の保管っていうのはねこれからますます難しくなるんでそういうのを専門に請け負うアルソックとかセコムみたいなところが出てくるんじゃないですかね。デデジタルデータルーの安全を守りますみたいなね、うん、そんな専門会社出てくるんじゃないですか。 なんか一部アルソックがそういうのやってるみたいですけどね情報のセキュリティみたいな感じで情報警備員みたいなね、うん、はい、えー、ということで事件はまだ起きてませんけども暗号通貨盗まれないような対策をしなければ事件になっちゃいますというお話でしたありがとうございました